2度目の J1 挑戦となる徳島、待ちに待ったホーム開幕戦です。2021明治安田生命 J1 リーグ第2節徳島ヴォルティス対ヴィッセル神戸の一戦です。では徳島のスターティングメンバーです。キーパーは上福本、センターバックは福岡と阿部がスタメンです。左サイドバックは福家、右は岸本、ボランチは岩尾と藤田、ジョエル、千葉、トップ下の位置に新加入の宮代大成、左には藤原紫龍、右に浜下明、そしてワントップ柿田悠岐が入ります。対する神戸です。キーパーは前川、最終ライントーマス・フェルマーレ、菊池隆歩、サイドバック右に山川、左に酒井豪徳、ボランチに山口蛍とセルジュ・サンペール、左に新加入の井上志音、右には去年のチームトップスコアラー古橋、そして2トップ今日は豪家と田中純也が入っています。そして今年から改めて J1 の全試合に VAR が導入されます。ジャッジの中で起こりうるはっきりとした明白な間違いを正す、または見逃された重大な事象を確認する際のみに介入します。徳島はポヤトス監督合流できずというこの緊急事態にチームを任されている河本ヘッドコーチ、ここも奪う、縦に入れて宮代の前、宮代直接狙った、枠の左です。思い切りのいいプレーでしたね。そうですね、いいチャレンジだと思いますね。また岩尾が回収、縦の隙間を縫っていきました。福家から藤原、中には柿田がいる、藤原仕掛けてシュート、しかしキーパー前川、豪家から右に展開、古橋、さあ一気にスピードに乗る選手、切り込んで古橋、左足のシュート、クロスバーを叩きました。今シーズンのファーストゴールも生み出しました古橋。このカット高い位置で奪った、さあ柿田前は空いているか、自ら右足狙ってシュート、枠の左、ボール3つ分といったところでしょうか。ここは右の裏のスペース、古橋追いつきそうだ。さあ中には豪家がいる、クロスシンプルに送って豪家、一瞬の隙を突いてきました豪家です。豪家がフリック、このこぼれ球ドーグラス落として、さあどうだ、まだ神戸ボール、井上、あたりテンポも上がってきました。そうですね、左で酒井、酒井のクロスに豪家、しかしクロスバー、まだ神戸ボール、古橋から山川、グラウンダー、徳島としてはヒヤリとするシーン、菊池がミドルシュートを狙いましたが、これは枠の上、今日2度目のクロスバーでした。いや決定的でしたね。だんだんと先制点が重みを増す時間帯になってきました、はいね、さあ宮代が持つ、相手のディフェンダーの枚数は十分だが、宮代自ら行って仕掛けていく、柿田これを収めてシュート、昨シーズンのチーム得点王、エース柿田悠岐の右足、ヴィッセル神戸から先制点を奪いました。1対0、さあ高い位置で藤田が奪う、藤田ドリブルスピードによってシュート、勢いよく前に出ました。さあこの試合もチームを救うアシストとなるか、グッと曲げてきてゴール前、収めたのは古橋、ミドルシュート狙ってきた、パンチングこぼれた、押し込みました、最後菊池のゴール、追いついた神戸、雄たけびを上げます。
ました菊池隆歩、混戦の中から泥臭くねじ込んでいきました。1対1、菊池はこれが J1 初ゴール、神戸のユニフォームを着て初の得点となりました。よく入ってきてましたよね。あ、ここでミスになる。増山が奪ってクロスを上げた、ドグラスのヘディング、そらして古橋、しかし枠の上。いや、これは古橋悔しいシーンでしたね。下げざるを得ません徳島、シンプルに前に入れてきた。エルマーレヘディングでクリア、しかしそのままタッチを割って荒木真の笛が吹かれました。1点を先制した徳島ですが、神戸も意地を見せました。1対1の引き分け。